ホルーグ・ハルフザード・ホルーグ・ハルフザードは、イランの詩人、映画監督。イラン現代文学における最も優れた、女性詩人の一人とみなされている。ホルーグは1935年に、テヘランで生まれた。9年生まで学校に通い、その後女子のための学校で絵画と手芸を学んだ。 16歳で著名な風刺作家のパルビーズ・シャープールと結婚し、絵画と手芸の勉強を続けながら、夫と共にアフバーズへ移り住んだ。1年後に彼女は息子カームヤールを出産した。約2年の結婚生活の後、ホルークは夫と離婚したが、子供の親権は夫のものとなった。彼女はテヘランへと戻り、初めての詩集、トラれレビトを出版した。 コルユグは、大胆に女性の声を主張する詩を書いたため論議を呼び、否定的に評価されたり、あからさまに批判されたりもした。1958年に9ヶ月間ヨーロッパで、過ごした。イランに戻った後、映画監督で作家のエブラーヒーム・ゴレスターンと出会い、もっと自分自身を表現し、自立して生きることを勧められた。彼女は、壁と、反逆という二つの詩集を立て続けに出版し、 タブリーズでハンセン病患者の映画を撮った。このあの家は黒いというドキュメンタリー作品はいくつかの国際映画祭で賞を獲得した。1964年には詩集新たなる生を出版した。彼女の死は成熟して洗練され、それまでの近代イランの死に対する大きな変革を成し遂げた。1967年2月13日に フォルーグは32歳の若さで交通事故により亡くなった。スクールバスを避けるためにジープのハンドルを急に切ったので石の壁に衝突してしまったとされている。彼女は病院に着く前に息を引き取っていた。死臭、寒い季節の訪れを信じようは死後に出版された。フォルーグは初期の散策において好んでマスナビー形式で試作し、形式や 人立の点でも古典作品を継承していた。しかし、新たなる生以降、ペルシア古典主の伝統でもあった形式や形態によって、詩の内容に限界や政権が加えられることに反対し、自ら進んで形式よりも内容を重視して作詞を行った。形式から内容へという従来の詩のあり方を否定し、内容から形式へを基本理念とした。 そのような彼女の詩には次の四つの特徴が見られる。一まず第一に、詩的言語と音楽性の点では、詩的言語を古典詩の因文帳から脱却させて、三分の言語に近づけ、自然な会話のリズムを用いたことである。この点に関しては、現代詩の素であるニーマーユーシジの主張をホルーグが意識的に継承したのであった。詩のリズムや言語を交互体に近づけることは、特に、 新たなる生の前半までのフォルーグの詩には必要なことであった。詩集、新たなる生の前半の詩は、初期の3冊の詩集と同様に、一人称で率直に自分の経験や感情を語っているため、韻文帳の言語では、語り手の現実性が損なわれてしまうのである。しかしながら、フォルーグは決して陰律やリズムを破棄したのではなかった。陰律やリズムが、 不可欠の存在であると認識した上で、詩の内容や言葉に合わせた独自の韻律やリズムを想像したのであった。二、アカシアなどといった、いくつかの単語にホルーグの詩的イメージを与えたことである。また、古典詩では決して用いられないような単語を詩の中に取り入れたことも大きな特徴である。日常的な単語ではあっても、詩的とは言えない単語がホルーグの詩にしばしば登場する。 伝統的に、指摘であるか否かという観点から作詞における自由が奪われることに、ホログは反対した。三異なるカテゴリーにある単語を組み合わせたことである。本来なら、結びつくような関係にはない単語同時を組み合わせ、新しいイメージを読者に喚起させた。機械的に単語を組み合わせるだけで容易に新鮮なイメージを作り出せたため、 フォルーグの世代あるいはそれ以降の世代の詩人たちもこの手法を多用したが、単語の組み合わせのみに個室詩の意味や内容に深みがない作品になることが多かった。四繰り返しを多用したことである。フォルーグは一つのベートの中で同じ単語や語句を数回繰り返すことによって感情や行動を強調した。繰り返しの多用は言葉や内容を強調するばかりではなく、 同じ音の繰り返しが新しいリズムを生み出す効果もある。また同じベートを数行にわたって繰り返したり、場面転換の合図として、ツラネの始めやツラネとツラネの間に同じベートを挿入するのも得意とした。フォルーグの指摘イメージの特徴は大きく分けて二つある。一つは単語によって普遍性を持った非日,日常的なイメージを作り出しているという点であり、もう一つは、 抽象的な単語からも独自のイメージを引き出し、日常的な単語から生まれるイメージと織り混ぜている点である。ありがとうございます。